桂馬跳ねて飛車引いてみたいな形でやっていこうかと思ってるんですけど、それって成立すんの？お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、ということで、今回は10秒切れ負け将棋で、相手の方が1級の棒銀が得意戦法の方ですね。よろしくお願いします。さあ、まあね、これはね、角代わりになっていきそうですね。なので角代わり棒銀になりそうかな。まあ、角代わり、これはまあ手損なしの角代わりになったわけなんですけども、まあ銀上がって飛車先の歩突いできたら、まあ銀が上がっていけるように下手ですね。でこれで同じ形だよねと、まあこっちも銀上がっていけば同じ形だよねと。でこれが同型の戦後同型、まあ先手でも後手も同じ形の早繰り、んじゃああと角代わりの将棋だよねっていうことなんですけども、そうね、まあこれはでも腰掛け銀模様にしといてどうか。これね、一応4五桂馬急戦があるんで、中央にしっかり金を寄せて、まあ固めておきたいとこですね。端角はね、後でいいや。あの今突くとなんか攻めてくる可能性があるんで。で、俺は右玉行きたいんで、まあしっかり玉囲っといてどうかと。まあ端はね、まあ無視、まあ詰められたけど、まあそこは仕方ないかな。ということで、まあ桂馬跳ねて飛車引いてみたいな形でやっていこうかと思ってるんですけど、それって成立すんの？わからん、俺初めて見るんやけど。どういうことこれ、桂馬跳ねてくるってこと？分からん。多分ね、これさこっちに下がった方がいいと思うんだよね。まあ何かしらね、こう香車走ってきた時にここに歩打ってなんか銀で取り返すみたいな形の方がいいんでねえのとか、なんかいろいろ思ったりして。2歩あるんか。まあでも銀で取り返しますか。これで相手共存でしょ。金か。1回寄っとってもいいかな。わからん、これがいい点なのかどうかわからんけど、ちょっと10秒将棋なんでわからんっていうところが正直なことですね。まあそこはね、まあ引いとけば大丈夫で、まあ交換はされちゃうんですけど、3、4、5、6、フーフーに飛車でしょ。でフーって香車もあるか。いや香車はさすがにないか。5、6、7、まあフーって1、2、3、4、5、6、7、8、まあ、桂馬ジャンプしていきますか。そうなんよね、そうなんよね。まあでもこれはでも取るしかないか。取って、まあ香車さばかれるんだけどっていう感じで。おお、そっち。3、4、5、6、7、8。これジャンプすると、これ香車刺さってない？4、5、6、7、8、9。香車刺さってない？同銀の方がいいか。いや違うな、同香車か。同香車で、まあ同竜で銀が上がってって、とりあえず飛車打つか。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、歩が伸ばせるか。1、
1、2、3、4、5、6。まあそれは馬に当てとくか。で次の歩成りが金銀の連結を邪魔すると思ってるんだけど、1、2、3、4、5、6、7、8。わからん、これちょっと数字悪かも、桂馬数字悪かも。1、2、3、4、5、6、7、8、9。いや、わからんかった、なんか謎の角を打ってしまった、謎の角を打ってしまったんだが、まあでも一回と打っときますか。3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9。まあこっち行っといて、本当はねブッチも考えたかったんですけど、まあそれはね無視していいかな。4、5、6、強者打ち、まあ同金かな。それ何？あ、何それ？三。別にトランプでよくない？五、六。ん？これ引く手がまた厳しいっすよ。いやーマジかそれ。金で弾けると？いや弾けんよね。五、六、七。まあこういくか。一。ギャーって感じなんですけど、4、5、6、7、8。こうすると王手馬取りだよね。これは馬が取れて3、4。どうすんのこれ、金打ちは寄りの方がいいかな、重いでしょ。これでいかがですか。はい、ありました。はい、いかがだったでしょうか。今回ねちょっと右玉っぽい形にして、相手がね4号桂馬急戦っぽい形で無理やりやってきたんで、受け潰したっていう感じの将棋になりました。ぜひね高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてくださいということで、本日もお疲れ様でした。おわいそ。はい、ワンポイント感想戦やっていこうと思います。今回62手目で分からなかったんで飛車が逃げちゃったんですけど、本譜本当は4七桂打ちがあるみたいです。4七桂打ちで玉が逃げる手に対しては、まあ、金を取っておけば弾こうとした金が取れた上に、まあ、ここの銀も、後々取れそうだよねっていう展開になって、こっちが良しとなります。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、右玉っぽい形対、4号桂馬急戦のような形になりました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてくださいということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。